飛び梅2月中旬、早春を迎えて、満開となった飛び梅9月上旬。初秋の飛び梅飛び梅は、福岡県太宰府市財布にある、太宰府天満宮の新木として知られる梅の木の名称である。樹齢1000年を超えるとされる白梅で、本殿前の左近に植えられており、根本は三株からなる。太宰府天満宮に植えられた梅の中では一番先に咲き始めるとされる。 飛び梅は元来、菅原道真の敗所後に建立された絵の記者の境内にあったが、太宰府天満宮が造営されると本殿前に移植されたと言われている。このほか、広大に道真を祭神とする神社に株分けされたものが各地に現存する。平安時代の貴族、菅原道真は平安慶長邸内での藤原時平との清掃に敗れて遠く、 太宰府へ左遷されることとなった、演技元年、屋敷内の庭木のうち、日頃から取り分け目でできた梅の木、桜の木、松の木との別れを惜しんだ。その時、梅の木に語りかけるように読んだのが、次の歌である。東風深場に予日を越せよ、梅歌手なしとて春を忘れるな書室。観光にから3年頃に編纂された、周囲は歌手うまき、第16蔵春。 豆腐深場にお火をこせよ梅の花あるじなしとて、春な忘れぞ、春な忘れその形の書室と見られる。自称四年頃の変纂と考えられる、宝物集巻、第二。現代五訳、豆腐が吹いたら、かんばしい花を咲かせておくれ、梅の木よ。太宰府に行ってしまった主人が盲渡にはいないからと言って、春の到来を忘れてはならないよ。伝説の語るところによれば、道真を慕う。 庭木たちのうち、桜は、主人が遠いところへ去ってしまうことを知ってからというもの、悲しみのあまり、みるみるうちに葉を落とし、ついには枯れてしまったという。しかして梅と松は、道真の後を追いたい気持ちをいよいよ強くして、空を飛んだ。ところが、松は途中で力尽きて、摂津国八部群いた宿近くの高生、非松岡と呼び習わされる丘に降り立ち、 この地に根を下ろした。一方、一人残った梅だけは、見事その日一夜のうちに、主人の暮らすだ財布まで飛んで行き、その地に降り立ったという。国宝の、北の天神縁起絵巻、上級本言葉書き中、こちカバの歌の段の結びに、さて、このお歌ゆえに、美しいこの梅は飛びて参りたりとぞお去るハベルメルとの一文が、上級本に至って、初めて過筆されていることから、 ここに、飛び梅伝説成立の発端が垣間見える。当初、音量やたたり神として信仰された天神信仰は、後に複雑な発展を遂げて変化し、東福寺の僧侶が見た夢の話から生まれたという、都東天神なる信仰によって、怒りの行走から、穏やかな顔立ちへと大きく変わる。以降、観光の姿は頭巾をかぶって、道教の衣服をまとい、手に、梅の枝を持つ、 学問の神へと転化した。すなわち、15世紀の室町時代から、前奏らによって、売イの愛好説が強調されていったものとみられる。農学においては、梅が太宰府へと主を慕って飛んでいった後、同じく、道真猫の京都の邸宅に生えていた桜の木は、道真猫が去り際に梅にばかり歌を残して自分には、言葉をかけてくれなかったことを悲しく思い、 主との別れを悲しんで枯れてしまったという。その知らせを廃所で聞いた道座猫は、梅は飛び桜は軽る世の中に、何とて、松の連れなかるらんという歌を読む。すると、今度は、道座猫に、連れないと咎められた松が、梅の後を追って同じく太宰府へとやってきた。これを、追い松と言い、飛び梅、追い松は共に、太宰府天満宮で抹茶の神として祀られている。 飛び梅伝説の現実的経緯としては、一説に、道真に仕えて、太宰府にも同行した馬酒康行が、株分けの苗木を植えたものとも、道真を仕立った、伊勢国渡来軍の白太夫という人物が太宰府を、尋ねる際、宮廷から、密かに持ち出した苗木を剣じたものとも言われている。人形浄瑠璃、菅原伝授手習い館の主題ともなっている現象。 道真を慕った梅が飛来したと言い伝えられ、道真が自ら梅を植えたとも考えられる。この飛び梅伝説は他の地方にも見られ、道明寺天満宮、若狭国大半軍大島の宝楽寺、備中国八島、相国沢軍内の宝富天満宮などが知られている。能の演目、追松では梅の姓を勾配伝と呼び、お神、女神として擬人化されている。 ありがとうございます。